皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。本日のゲストは西山選手とジョイさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかった。もう会話ずっと止まんなさそうですもん ね、 すごかったですね。今日もずっとだってボケ続けるんだもん。西山選手もうすごかったですよね。すごいっすよ ね、 ね。でも奥さんの前では緊張するんですもんね。はい、もうド緊張っす。奥さんの前ではふざけたりしないんですか？いや、もう会話の一方通行っす。一方通行なんだ。会話してるんだ。キャッチボールじゃないんだ。話しかけてる方なんだ。はい、キャッチボール、はい、渡辺さん、奥様と西山選手は仲がいいということなんですよね。あ、めちゃめちゃいいですよ。いいというか尻に敷かれてる感はあるんですけど、でも、もう本当仲いいです。ほら、嫁の話する時は採点が鳴り出したじゃないですか。やめろっていう。すごいわ、持ってるわ。西山選手が可愛がってる後輩とか、はい、お世話になってる先輩とかに対しても、うん、奥さんがすごいんですよ、もてなしとか。そういうの素敵じゃん。周りに対してもしてくれる。この間7人寝てましたわ、家で。7人家に先輩たちが7人寝てました。先輩たちが、すごい大きな家じゃないです、ね、めちゃくちゃ狭いのに全員なんかもうか重なって寝てました。あ、で奥さんがね、はい、そこをね、そう、寛大にね寝させてくれるっていうのは素晴らしいですよ。仲いいですね。ねえ、なんか奥様との馴れ初めはあるんですか？そういうの照れるタイプでしょ、多分喋るの。西山選手、馴れ初め聞かせていただいてもいいですか？いや、なんか指引っ張ったら赤い人で結ばれとったっす。かっこいい。まあロマンチックなこと。素敵。なんかちゃんとおしゃれなこと言ってくるんですね。赤い人で繋がったんだ。責任取れよ。自分で言って照れてるじゃないですか。渡辺さん責任取るよ。サイレン多めに鳴らせる。サイレンこっちで流してないんですよ、あれ。鳴ったらダメなのよ。ジョイさん、なんか他に素敵じゃない。パッとあの返しができるんだよ。はい、いいですね。照れてたけど素敵。ジョイさん、なんか西山選手に聞きたいことあったりしますか？いや、西山選手ってこうやっぱいろんなねこうボケやりますけど、こうストックどんぐらいあるんですか？これからやっていこうみたいなやつって正直メモってたり準備してもらって、多分もうすっからかんですよ。本当っすか？その都度考えて、本当全部アドリブなんですよ。本当っすか？はい、それでできるんすね。準備何もないです。すごい。出たとこ勝負。はい、そうです。もうなんで先輩に痛みに合うんです。そっか、当たるときは当たるし、外れるときは外れるし、ね、先輩と、はい、レース場関係者にはたまに怒られてます。そうです。それガチで怒られたことあるんですか？ちなみにガチで怒られることあるんじゃないですか。僕わからないですよね。なんか振りなんかなとも思うときやばわからないですよね。自分でだからできるんですね、はい、そうです、そうです、ね。はい、ということで番組内でですね、うん、ハートビートボイスをやったんですけど、うん、オープニングセレモニーザコ師匠の見ましたけど、他にこう あ、 と、ね、ありましたけど、こう西山選手的にはお気に入りのオープニングセレモニーあったりするんですかね？あ、ご自身、いやいや、自分的には結構ばらけてるね、この中ですか、うん、はい。これこの間この自分の殻を破れるようにはあれですもんね、去年ですもんね。そう、そう、これ当日にいきなりしたんですよ、何も考えてなくて、すごい。では見てみましょうか。はい、行きましょう。はい、去年のやつ、せっかくなんで 見るんですか？はい、せっかくなんで2022年見てみましょう。福岡高弘西山、もう大変大変。あ、大変。なるちゃんですからね。なるちゃん、すがさん、かわいい。まさかバッタバタよ。そんなわけない。暴力反対。今世さ、自分の殻を破れるように一生懸命頑張ります。菅君の応援よろしくお願いします。これね、来てたわ。おもろ、脱ぎ捨ててった。まあ、普通怒られますよね。これは怒られますよ。普通はね、普通宮島でなぜかなるちゃんですか、ね、なるちゃんのあの姿見たくないんだもん。だってすごいな、しぼんでました。なるちゃんがこうご自身でこう振り返った時にこれ何点なんですか？何点？自分でですか？いや、そのもっと本当はこうできたとか、はい、いやこれがもう俺の100点だと、
いや僕の役ですけど、あの後にブス島誠が出たんですよ、うん、なのにあれに普通入ればいいじゃないですか、あなるちゃんに逆にできるので、かぶせる、逆にかぶせとしてはね、なのに何もせず頑張りますって言ったんで、あいつは0点です。いや他の選手に点数つけない、わからないですよ、そんな振り、あいつ言ってますけど先輩です、そうですよね、そんな振り、難しい、ブス島選手は正解なんですよそれ。すごいわ、はい、他にあと2つありましたが、ジョイさん見たい本ありますか。まあ、そうだな、あの多くは語りませんから、あの投票でも2位だったんでね、うん、そうです、はい、2019年の方行きましょう、見ましょうか、懐かしい、高輪を西山来た、もうやばいよね、湧いてるな、皆さん多くは語りません、背中で語ります。汚い字ですいません、池田浩司が書きました。皆さんだけにいい情報を教えます。僕以外の選手は今からピットに帰ってプロペラ調整をします。しかし私は今から帰ってこの体中の落下機を消す作業から始めます。3レース1号艇、こんな僕を買うかかなわなあなた次第です。皆さん来年もたくさんの投票よろしくお願いします。それまでさようなら。面白い、 やりきりましたね、面白いわ、どうですか。すごい、どうですか、この表情、西山選手この表情いかがでしたか。今の僕ですね。そうです、そうです、いや この映像を親父が子供に見せてました、びっくりしました。どんな反応してました、うちの親父が。いや、あのうちの息子も同じようなことやってましたね。1年生でふんどしでふんどしでやっちゃった、親父の背中追ってますね、追ってた、はい、いいですね、お父さんの背中しっかりと張ってた。この時はもうコロナ前もあったんですけど、はい、もうステージすごかったですよ、うん、もう西山選手が出る前にもすっごい集まっての、もう声援がすごいですもん、素晴らしいですね、まあ、ただ黄色い声援は全くなかったです。黄色なし、そうそう、黄色い声援なんかいらないんですよ。全部面白いね、面白かったですね、面白かったです、見たくなるわこれ、見ながら今年もぜひね、はい、ちょっと見させていただきたいですね、うん、たくさん喋っていただきありがとうございました。いや、西山選手、あの最後に言いたいことあったりしませんか。はい、最後にもう僕を呼ばないでください。もう中継切りたいみたいです。そうですよね、西山選手。で最後にあのオールスターの投票の宣伝をこう、はい、どうかなって思ったんですけど。オールスターの宣伝？そうですね。14日から始まりますからね。14日から始まるので、はい、西山選手からこう一言ファンの皆さんにいただけたらなって思います。皆さん、毎年たくさん投票ありがとうございます。あの池田浩司とかですね、石野貴之とか入れなくても勝手に入りますので、私を入れてください、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あ面白い、皆さん、はい、ありがとうございました。西山選手、はい、BBC トーナメント頑張ってください。はい、頑張ってみます、応援してます、ありがとうございました。それでは皆さんお疲れ様です、ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ。番組本編は概要欄をチェック、ポッドキャストで1週間限定見逃し配信中です、見てねー。